震源橋は山梨県南アルプス市と貝野市を結ぶ釜梨川に架かる橋である。震源亭より撮影。中央にあるのが震源橋古くからこの地域は渡し船や仮橋によっての往来があったが、1930年に島道路が整備されたことにより永久橋が架けられることになり、1932年に最初の橋が架橋された。当初から 鉄筋コンクリート構造でかけられたため、走行費が約12万円と当時としては膨大な金額となったが、このうち5万円を公衆系財閥である穴水洋七が拠出している。親柱頭部には橋塔が設置され、夜間になると投下されることで通行者の安全を保っていた。1966年に発生した台風4号により、 橋脚が沈下したが修復され、以降50年以上にわたり流出することなく、甲府市と甲府盆地西部を結ぶ重要な生活路線として活用されていたが、次第に通行量や大型車の往来が増えたことによる老朽化や福音が5.45メートルしかなく、通行の安全性に問題が発生したことにより、北側に新しい橋が架けられることになり、1992年に、 現在の橋に架け替えられた。旧橋は、その後解体されたが、親柱は、南アルプス市川の児童館敷地内に移転されている。名前の由来は、武田信玄にあやかったとも周辺に、信玄包みがあったためとも言われているが、定かではない。名前に由来し、武田色が強く、初代橋の欄干には、武田菱が描かれており、また現在の橋の欄干や歩道にも、 武田菱が描かれている。ありがとうございます。